ビー思い一つ。14回目の花園に挑む強豪京都成章。前回大会では初の決勝進出、準優勝に輝きました。そして今年チームを率いるのはスタンドオフ大島泰信くん。112人の大所帯をまとめるキャプテンですが、シャイなんです。シャイなんでよ。カメラを向けるとちょっぴり恥ずかしそう。キャプテンになるって聞いた時はどういう気持ちでしたか？すごく嫌でした。普段からそういうタイプでは、人前出るタイプではないし。しかしミーティングでは早くセットする、仕掛けるっていうところは、東にもあれは通用する部分だ、大阪桐蔭にも通用する部分だ。今の意見聞いて、1、2、2、1。でもこれは満場一致で決めた。シャイな一面からは一変、先頭に立つ大島くんに監督も信頼を寄せています。体の大きさとかはね、歴代大きいチームがありましたから負けてるかもしれないですけど、考えて打ち合わせして、それを試合という実践で表現するっていうところにかけては、歴代ナンバーワンじゃないですか。歴代ナンバーワン大島くんが思い描くキャプテンの姿とは。日々キャプテンとしてやっていく中で、やっぱ気持ちの変化とか、なんかありましたか？しつこく伝える、考えるっていうことを、僕が本当にチームの先頭に立って、やり続けることで、まあ、ちょっとだけ、本当にちょっとだけチームが成長したり、変化が生まれるということは、この1年間通して分かった。小さな成長を積み重ね、花園の舞台へ挑みます。ラグビー日本代表のオフィシャルスポンサーを務める三菱地所では、ラグビーの新しい魅力に出会える架空の街、丸の内15丁目プロジェクトを展開。その一環として開校した土縁大学では、ラグビー元日本代表広瀬俊明さんを学長に迎え、社会課題と向き合うさまざまな講義を無料で楽しむことができます。詳しくは丸の内15丁目プロジェクトで検索。三菱地所は高校ラグビーも応援しています。